こんにちは、ギークインボックスの坂です。僕、皆さんご存知の通り、リバイザー製品が大好きなんですよ。バッカスとか、モモセとか、STR とか。この間の商談会でもアウトレット製品いっぱい買ってきて、そしたら、バッカスのユニバースシリーズ、グローバルシリーズ、クラフトシリーズ、で、ハンドメイドシリーズっていうところが全部揃ったので、せっかくだから、リバイザーのベースをシリーズごとに比較してみようかなと思います。それが、こちら。はい。1本ずつ説明すると、これがモモセですね。モモセの MGA5 です。これもスペシャルなモデルなんですけど、在庫してたので撮ってみようかなと思います。まあバッカスと何が違うんだっていうと、フレットの処理とか材とか結構違うんですけどね。はい、例えばバックのアッシュがワンピースになってたり、このフレットの溝が端には出てなかったり、まあヘッドも違ったり、そんな感じですね。これがクラフトシリーズですね。クラフトシリーズは海外の工場である程度作って、日本で最終的な仕上げを行っているシリーズですね。そのセミソリッドのジャズベースです。パッシブですね、この黒いやつ。これがウッドラインっていうモデルです。バッカスのフラッグシップモデルですね。ブラックにゴールドのハードウェアを使った、BGP っていうカラーです。で、今持ってるこれ、去年の商談会で出たヘッドレスですね。まあ見ての通りのヘッドレスで、ハードウェアはヒップショットで、ピックアップはオリジナルで、プリアンプにはアギュラの OBP2 が入ってます。一番ワイボニーで、まあ音いいんですよね。これ何回か動画でも話してるので音聞いたことあると思うんですけど、まあせっかくなんで比較してみます。この青いのがユニバースシリーズですね。まあウッドラインのユニバース版ですね。トップにはバールポプラが貼ってあります。まあアクティブの語源ジャズベースっていう、まあ最近っぽい仕様ですよね。これがグローバルシリーズの WL534、 語源の34インチだから534、 WL はウッドラインっていうことですね。これやばいんですよ、持って光っちゃうんですよね。最後これはちっちゃいんですけど、まあ見ての通りミニベースですね。でもこれも結構出来が良くて僕は好きなんですよね。意外といい音するんですよ。ということで、この7本聞いてみようかなと思います。はい、どうぞ。
Thank you.
聞いてみたんですけど、音の違い結構分かりました。当然シリーズによって工場とかは全然違うので、まあ、音とか結構違うとは思うんですけど、でも弾き心地とかは結構似た感じで、まあ、サウンドもどれもに整合性のあるというか説得力のある音だなと思いました。でその中であえてどれがっていうところでいくと、やっぱモモセのなんかまとまりのあるサウンドとか、ヘッドレスのこうギュッとしたサウンドとか、まあ、すごくいいかなと思いましたね。あとはやっぱハンドメイドシリーズのウッドラインいいですよね。音そんな感じでなんか全部いいですよねって言っちゃいそうなんですけど、まあ実際どれもいいと思って仕入れて売ってます。まあいいベースばっかりなんでね、ディバイザー応援したいなと思いますね。まあ詳しいインプレッションとかどういう特徴があるベースですよっていうのは概要欄かコメント欄かそっちの方で書きますので、よかったら見てみてください。この動画いいなと思ったらいいねボタンとかチャンネル登録とかしてくれると嬉しいです。以上、ギークインボックスの佐賀でした。ご視聴ありがとうございました。Twitter、インスタ、Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。